ストレスは増えているか。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は質問いただきました。太郎さん23歳男性、ストレス社会と言いますが、なぜ今はストレス過多になっているのでしょうか。これは日本だけでしょうか、または世界的に増えていますか。ストレスが増えているのかどうかというか、増えているというふうに考えられているということなんですけど、これなかなか難しい問題がありまして、多くの人がこういうふうにおっしゃるんですけど、例えば文明が進化してすごいストレスが増えているとかですね、まあ、ここ数年でもうつ病の患者さんがすごい増えているからストレスが増えているんじゃないかという形があるんですけども、 WHO が行ったうつ病の調査っていうのがあってですね、この調査ではアフリカの原住民もニューヨークの大都会の人もうつ病の発症率は同じであるっていう、そういう結果が出てるんですね。だから文明が進化したり、今みたくパソコンが忙しくなったからストレスが増えてるっていうことは言えないっていうね、一つのデータかなというふうに思います。昔の人も昔なりにいろいろなストレスがあったはずですよ。例えば家のつながりとかね、村社会とかね、あるいは家長制度が強いとかですね、江戸時代なら江戸時代でまたいろいろな悩みやストレスがあったんじゃないでしょうか。それはだから私は現代社会だからストレスが増えてるっていうことはないんじゃないかなというふうに考えております。うつ病の患者さんが増えてるのはですね、クリニックが増えてですね、製薬会社が心の風邪とかいうキャンペーンをしてテレビの宣伝を使って病院に来やすい状況を作ったからという、そういう流れがある。なので病院に来る数は増えてます。もともと来なかった人がたくさんいたっていうことなのではないのかということだと私は考えてます。ということで、まあストレスは今増えてますかということで言うと、昔もストレスはあったし、今もあるし、これからもまた新しいストレスは形は増えてくると思いますけども、ある意味いろんな意味で言うと、昔なんかに比べると自由に生きられるようになっているわけですし、さっき言った村社会とか家のつながりとか親族からなんとかとか、そういうのっていうのはまあ最近非常に少なくなってきてると思いますし、例えば人種差別的な問題とか男女の性差別とか、そういったものを昔は相当あったものが今なくなってきてるということで、ストレスは増えていますけど、逆に言うとなくなってるストレス、そういう部分っていうのもたくさんありますよねってところに目を向けるとですね、全然違ったものになってくるんじゃないかなっていうふうに思うわけです。ということで、ストレスが増えてるっていう部分だけを観察しちゃうと、いっぱいそれは増えてる部分があるけど、さっき言ったように昔と比べるともっと今って住みやすくなってるよねとか、生きやすくなってるよねっていう部分にね、注目してみるとたくさんそういう部分って出てくると思うので、まあ私たちが一昔前と比べるといろんな意味で楽しくね、過ごしやすく自由に生きられるようになってきているという部分にもっと着目すると楽しく生きられるんじゃないかなと思いますよ。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。